高校サッカーの名将が J リーグデビューを果たした。青森山田高を7度の全国優勝に導いた黒田剛監督、52、が今季から指揮を取る町田が、開幕戦で仙台に0対0で引き分けた。昨年の W 杯カタール大会にも出場したオーストラリア代表 FW ミッチェル・デューク、32、らを中心に、決定機を何度も創出。記念の白星は次戦へ持ち越しとなったが、価値ある最初の勝ち点1を手にした。舞台は変わっても、堂々と指揮を取る姿は変わらない。最後まで勝利を求めた選手たちを、黒田監督は力強いハイタッチで迎え入れた。緊張することなく自然体で今日を迎えられました。青森山田の監督として7度の全国制覇。数万人が入った国立や埼スタを何度も経験したが、空気の違いはすぐに感じ取った。やはり、高校、選手権とは相当違う。ファン、サポーターの重み、熱がひしひしと伝わってくる。これがプロの世界なんだなと改めて感じました。約30年携わった高校サッカーを離れ、52歳で新たな挑戦、高校の時とは少し変えようかなと。慣れ親しんだジャージー姿から、ジャケットに勝負服を着替えた。これまでは接することの少なかった外国人選手にも指示を出す、片言の英語でも喋った方がいいかなと思った。ピッチサイドでは通訳を通さず、直接のコミュニケーションを大切にした、追い求める理想は J リーグでも変わらない。高校生たちに、非シュートゼロを求めたように、キャンプではまず固い守備を落とし込んだ、勝つイコール守れること。失点ゼロでいけたのは我々のゲームプランの一つ。そこは評価したい。これまで強みにしてきたロングスローも作戦の一つ。後半44分には、MF 尾長が投げ込んだボールから決定機につながった、武器の一つ。やはりプロは身長が高いですし、なかなかうまくいかないが、投げるポイントを含めもう少し工夫したい。たどり着きたいのは、何でもできるサッカー。青森山田で培った最強スタイルを、プロの世界でさらに進化させる、異例の転身は始まったばかり、勝ち点1を獲得できたことをポジティブに捉えて、次の試合に臨みたい。新たな舞台でも頂点を目指すだけだ、磯綾乃、黒田剛、黒田剛、1970年、アキラ45、5月26日生まれ、札幌市出身。登別大谷、現北海道大谷室蘭、大体大。94年、青森山田のコーチに就任し、95年から監督を務め、23年、J2 町田監督に就任。全国高校総体は5、21年優勝。全国高校選手権は16、18、21年度優勝。プレミアリーグイーストは16、19、21年、同ファイナル、旧チャンピオンシップは16、19年優勝。尊敬する人物は、元日本代表監督、岡田武氏。家族は夫人と一男一女、血液型O。